才の祭典ザ・セカンドでギャロップが優勝。おめでとう。本当によくできたネタでどうでも言うと思ったか。真面目おもんね、ヘライザ。はい、今日はねプロ野球が乱闘してプロ意識を見せる中、漫才は相変わらずの歴史にかからない平和な賞レースしてましたね。しかも6分の漫才を結成16年以上の花のないテレビから遠ざかる中堅漫才師たちがまるで若手のごとくがっちりネタ詰めてハイテンションでのお漫才。私見てて途中で疲れました。お笑いですよ、コメディですよ。なんでガッチガチに間を詰めんの。全員テンポ良すぎて疲れたわ、ほんと。しかも何賞レース。賞なのに女子いない。お色気ゼロ。名前もセカンドって煮え切らないし、会場は寒い青木町。お薬の CM かと思ったわ。挙句の果てには、一般の観客に感想を聞くという、よくわからない。時間稼ぎ。で、この大会はさすがに、やらせ感一切なかったけど、観客に感想を聞くとか、それこそ生放送で、リスクありありの、やらせ。絶対変なこと言わないような厳正な人選びをしてる感はあったよね。だってあそこで一人でも私みたいなのがおって、なんや超新塾とか5人もいらんで、どうか審査員松本顔引きつりすぎなんて言う人いたらテレビ的にアウトでしょ。どの人も棒読みな慎重な意見で意味をなしてなかったですね。で、肝心な漫才、なんか130組の重鎮たちが応募したみたいだけど、ジャルジャル、モンスターエンジン、レイザーラモン出てこないし、ほとんど知らん人ばっかり。で、もちろん優勝候補はテンダラーだったんだけど、テンダラーも関西のうちわネタみたいなの入れてきて、うさっぶって思ったし、その5年齢でネタのテンポ早すぎて、漫才が若いんよね。中堅なら中堅らしく、落ち着いた漫才見せてくれ。だってね、関西人ならわかるけど、本当の漫才って15分か20分ぐらい喋るんよね。ちゃんと観客の目見てるんよね。でも6分。ネタするだけ。あとは変な審査の点数表示。エヴァンゲリオンかと思ったわ。で、唯一ネタの間にしゃべくり入れてるマシンガンズだけがちゃんと漫才しててネタっぽくなかったし、この緊張感を逆に利用した正統派漫才をしてたのに、結局ネタだけのギャロップが優勝って、これね、あと5年もしたら AI の愛し恋し師匠出てきてボコボコにされるよ。だから私の中で優勝はぶっちぎりでマシンガンズでしたね。で、コメディアなんだから優勝してどうすんのよ。で、16年もやってて、ネタがないわけない。こういうのを見たかった。で、あとは、私の動画と一緒を、間をカットして、詰めてテンポよくして、早送りみたいな、しんどい漫才。そんなん6分も見たら、しんどいでしょ。だから私の動画って、3分か5分以内なんよね。見てる人が疲れないように、してんの。は。ほんと運営さん、6分で大会したら、そらネタ詰めたもんガチやけど、結局ガチで面白い人、しゃべくりでアドリブで客と目合わせながら、本当の漫才してる人、落としてきてるんちゃうの？素人の感想とかいらんねん。で、わかったでしょ？お笑いで一番優秀なのは、東野幸治。間違いない。これはガチ。みんな最古とか言うけど、東野りがダントツ、驚異のバランス感覚。まあ、囲碁将棋とか言う人が、いるってこと知れてよかったよ。ああ。芸人が頑張ってる感出してんのは苦手やわ。そんな感じで、いくら私がグダグダ言っても審査基準が一般の審査員ってのは文句の言いようがない、公平な審査だったよね。てかたー、てか本当に芸人って喧嘩しないよね。あいつ嫌いとか言ってほしいよね。チャンネル登録よろしく。